空振りを取れると思いますね。広く要求します。中村外シッターセンターへ抜けていく。三塁ランナーがホームに帰ってきて、セカンドランナーもホームに帰ってきました。中日初回2点先制。ベテランの石川初回2点を失いました。ドラゴンズ福田のセンターへのタイムリーヒット。慣れてる球はそんなに悪くないコースだと思いますよ、はい、見逃せばボールですからね。ただこのショートの奥村三遊間に少し寄りすぎてたのかなっていう。アウトコースのシンカーになったらもう少しセンター寄りに守備位置を取らないといけないんじゃないかなと思いますけどね。かなり二遊間が空いてる中でのセンター